皆さんこんにちは、しほです。今日は靴の開きさんと一緒に作らせていただくコラボ動画第2弾です。皆さん靴の開きって知っていますか？靴をはじめとするアパレル商品からインテリアなど女性も男性もお子さんのものまで取り揃えている通販サイトになっています。開きさんとは秋頃にも一緒に動画を作らせていただいているんですけども、前回かなり反響が大きかったということで2回目が実現しました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。今回もコラボ動画第1弾の時と同様に、開きさんの春服とこちらのふわりっとの V カットバレーシューズや最近買ったユニクロや GU の春服と合わせて春コーデを10コーデ分組んでみたのでご紹介していきたいと思います。こちらのふわりっとはインスタグラムとかでもコーデね載せてる時によくね組み合わせて使っていたりとかするので、少しでもなんか印象に残っていたりしてくれたら嬉しいなと思います。ぜひ最近のね買ったお洋服なんかをガンガン着回しているので、春のねコーデの参考になったら嬉しいです。それではスタートということで、今回は流行りのスタイルでちょっと私もチャレンジしてみました。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。まず1コーデ目はこちらのドット柄のトップスに黒のスカートを合わせたコーデです。これはそれぞれ別売りしているのですが、こんな感じでセットアップ風に着ても OK みたいです。ふわりっと V カットバレーシューズのシルバーを合わせました。黒でカチッと見えるけどシルバーで抜け感を作り、カバンもアクセサリーもシルバーで合わせることでコーデに統一感を出します。はい、シルバーはこんな感じになっています。ふわりとの値段がなんと499円ですし、トップスやスカートも2000円以下で本当に手が出しやすいです。それでは2コーデ目に行きます。2コーデ目はトップスはそのままにして、こちらの GU で最近購入したストレートのパンツを合わせてみます。先ほどとは雰囲気を変えてガラッとカジュアルにしてみました。このコーデにはワンポイントカラーでふわぴとレディースエナメル調リボンバレーシューズのこのレッドカラーを合わせてみました。こちらは撥水加工がされているので梅雨の時期などにも活躍しそうです。赤色の靴は1足持っているとシンプルなコーデに華やかさをプラスしてくれるので、とっても可愛らしいなと思っています。そして3コーデ目に行きましょう。3コーデ目はユニクロのブルーの爽やかなブラウスに黒のデニムを合わせて、王道カラーの黒のふわりっとを合わせてみました。ボトムスと足元が黒でビチッと決まっている代わりに、トップスやカバンは春らしくしてバランスをとります。黒は一番無難で使いやすいカラーかなと思いましたし、このコーデだったらオフィスコーデとしても使えそうです。以前紹介したふわりっとは可愛くて優しい雰囲気がしたのですが、 V カットになることで一気に大人感やスクエアトゥーなところも上品なこなれ感を演出してくれる気がします。そして4コーデ目にはこちらの開きさんの春の新作ブラウスを着回していきたいと思います。まずはこちらの白地の無地のブラウス、こちらには GU で買ったフラワー柄の高見えスカートを合わせて少しきれいめに着こなします。首元が少し詰まっているので髪は束ねるとよりすっきりして見えそうです。ここには王道カラーのブラウンやブラックなどではなく、ブルーグレーのふわりと V カットバレーシューズを合わせることでおしゃれ度も春っぽさもプラスされる気がします。気分によって他のカラーのふわりっとと合わせてみたいなと思います。そして5コーデ目に行きます。新作ブラウスのコンビの方を使っていきたいと思います。ブラウスの模様にブラウンがほんのり混ざっているので、こちらには開きの新作レディースプリーツスカートのベージュカラーを合わせてみます。
このコーデには同系色のふわりと V カットバレーシューズのキャメルカラーを合わせることでコーデ全体のカラーを同系色でまとめてみました。ブラウスのベースカラーも少し黄みがかっているのでブラウンカラーとの相性もバッチリだと思います。オフィスっぽいコーデなので仕事用の大きめのカバンを持って合わせてみました。こちらのスカートと色違いのパープルのスカートにユニクロで購入したお気に入りのミラノリブカーディガンを合わせてみます。靴はフワリットのパイソン柄を合わせてみました。柄のないコーデだったので足元がワンポイントになるし明るいホワイトが春らしくて一番このカラーが春に使えそうです。このカーディガンは骨格ウェーブの私がインナーなしで着ると上半身が少し寂しく見えるので首元がクルーネックになっているものにして骨格に合わせたコーデに仕上げます。7コーデ目は1枚でコーデの完成するレディースサイドプリーツワンピースのブラックを着ます。サイドに切り替えられたプリーツが歩くたびに揺れ女性らしいシルエットになりますしウエストより少し高い位置にベルトがついているので足長効果もありますし1枚サッと着るだけでこなれ感を出してくれる優秀アイテムだと思います。8コーデ目はこちらの開きの新作のセットアップを着ていきます。こちらは上下別売りになっていますので欲しい方だけ買うこともできますしカラー展開も他にもありました。靴はレディースミュールサンダルです。値段が安いので大丈夫かなと思ったのですがふかふかインソールで履きやすいですし突っかけタイプなので春から夏にかけてたくさん使えそうです。ナチュラルテイストなラフィア調素材でほんのりスクエアトゥーなのもおしゃれですし高見えします。こんな感じでラフな大人スタイルに合いそうです。9コーデ目に行きます。先ほどのトップスはそのままで下をユニクロのデニムに変えます。このデニムはロールアップして足首を見せてあげて女性らしさをプラスします。靴は先ほどと同じものやスニーカーなんかに合わせても良さそうです。骨格ウェーブの私はウエストマークがあると全体のバランスが取れるのでありがたいです。春らしくトレンチとかに合わせて着たいなと思います。10コーデ目はこちらレディースロング丈トレンチコートのグリーンカラーをメインにコーデを組んでみます。トップスをユニクロのクルーネックティーのホワイトカラーに変えてアウターを羽織ります。袖を折り返して手首を見せることでさらに女性らしさとこなれた印象にしていきます。ゆるっとしたシルエットが可愛らしいオーバーサイズのトレンチコートです。そしてそのままこのコーデをねスカートスタイルに変えてみます。GU のレースのスカートです。こんな感じのカジュアルっぽさもあり女性らしさもあるような私はコーデが大好きです。はい、ということで今回はひらきさんの春の新作だったりフワリットのバレーシューズを使ってコーディネートをご紹介させていただきました。最後に何度もねお話ししているんですけども改めてフワリットについてお話しさせてください。こちらのフワリット V カットバレーシューズは値段がなんと499円です。履きやすいので長時間歩く日だったりテーマパーク行く日とかそういう時には私はよく履いているし靴ずれも全然ね問題なく起きていないので安心して履ける靴になっています。私はね普段から 22.5 を履いていてこちらのフワリットも 22.5 を履いているんですけどもフワリットは 22cm から26cm までのサイズ展開があるしお洋服も何点かこうねご紹介させていただいてるんですけども S サイズから 3L サイズまであるので本当にねお洋服も靴もサイズ展開が豊富でネットで選ぶとき結構悩むんですけどもありがたいなと思います。で、ひらきさんは靴を中心に販売している会社なんですが衣類や雑貨、子供の学校用品などまでも取り揃えていて子育て中のママさんだったり主婦の方たちは家族分やママ友グループで合わせてまとめ買いをして送料無料にしている方もいるそうです。今回60周年記念ということでキャンペーンもやっているみたいなのでぜひ下の概要欄に詳細貼っておきます。ぜひ
チェックしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。